ケニー・マッキンリーは、ジョージア州、メーブルトン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。高校の時は、クォーターバックをしており3年時に1470ヤードを投げて16タッチダウンパスを投げると共に750ヤードを走り12タッチダウンを上げた。2005年に、サウスカロライナ大学へ進学した、彼は1年次より先発ワイドレシーバーを呼び、 パントリターナーを務めた。6試合で先発した彼はチーム3位となる25回のキャッチで291ヤードを獲得、また18回のパント八83ヤードリターンした。2年時の2006年には全13試合で先発出場し51回のキャッチで880ヤードを獲得、シドニーライスに次ぐチーム2位の成績を残した。 この年オバーン大学戦では8回のキャッチで110ヤードを獲得。この年、サウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選ばれた。3年時の2007年には、つま先の痛みに耐えつつ、大学記録となる77回のキャッチで968ヤードを獲得、9タッチダウンを上げた。この年4試合で100ヤード以上を獲得している。テネシー大学戦では、 大学記録となる14回のキャッチで151ヤードを獲得した。3年時までに彼は153回のキャッチで2139ヤードを獲得、15タッチダウンを上げていたが4年時の2008年には右足のハムストリングを痛めて3試合に欠場し、4年間の通算成績ではレシーブタッチダウンは大学歴代2位、207回のレシーブは カンファレンス歴代3位であった。2009年の NFL ドラフト5巡目で、デンバーブロンコスに指名されて入団した。ブロンコスでは8試合に出場し、キックオフリターナーとして7回で158ヤードをリターンするとともにスペシャルチームで3回のタックルを記録した。同年12月28日、故障者リスト入りしている。2010年シーズンも膝の故障のため手術を行い、 開幕から故障者リスト入りしていたが、9月20日、自宅の寝室で死亡していることが発見された。彼の遺体のそばには、拳銃が落ちており、頭部を銃で撃った、自殺の疑いが強いと報道された。その後彼の死因を調査している、捜査官より、友人に対して自殺したいと漏らしていたことが明かされた。9月27日に、アトランタ郊外の教会で、 彼の葬儀が行われたが大学時代のコーチであるスティーブスパリアーは人としても選手としても素晴らしかった。と語った。賭博にのめり込んでしまい、ラスベガスのカジノで4万ドル負けるなど6万5千ドルを元チームメイトから借金していたことが死後に明らかになった。ありがとうございます。